上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。じゃファミリーマート×ボディが速乾中チョコレートフラッペを飲みたいと思います。こちらがそのフラッペですね。すでにミルクを入れておりますが、ゴディバとコンビニと聞くとローソンは今まで何度もありましたけど、ファミマは初ですね。でしかもフラッペ、これはチョコレートが濃厚に感じられて美味しそうですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは準備ができましたので飲んでみたいと思います。苦味全部ダークチョコレートで、そこにミルクが入ることでまろやかになっている、そんな感じですね。なので甘ったるくなくチョコレートの苦味をしっかり感じることができて美味しかったです。ゴディバのチョコレートは絶対に苦味が強いのかな。ローソンも確かそんなイメージがあるんですが、ファミリーマートの初コラボ本当に嬉しいです。またコラボしてほしいですね。また何度でも飲みたくなるような、そんなフラッペでしたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメント、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回のレポートでお会いしましょう。